皆さん毎度ドラムステーションコージー村上です。今回ご紹介するのはですね、こちら皆さん分かりますか？これ北野という文字が出てます。そして北野なのに、なんか見たことあるようなチャーシーに入ってる感覚、はい、これは、パールのフリーフローティング、最近ではフリーフローターとも言いますけども、そちらの方に、北野のシェルをこちらを、装着して埋め込んで、カスタムしました、北野のフリーフローティングシステムの、カスタムドラムステーションカスタムのスネアになっております。はい、でこれどういうふうな感じかと言いますと、こちら今リンセイド、最近ではホシファーブロンズとか言いますけど、こちらですね、こちらがこれがシェルだけなんです。はい、でこれをですね、フリーフローティングは、シェル自体に、穴を開けずに、ラグとか、そういったものを、もうなんですかね、全くシェルに、つけてない状態で、こちら装着しております。そういうわけで、結局こういうようなシェル材を作れば、そうすればもうスネアができてしまうというような状況になってます。それで、まずこれ先ほど紹介しました、フォスファーブロンズ、こちらの方はどちらかというと太くてですね、しっかりした感じの音が出る感じの材です。そして、こちらが、通常だとブラックしかないんですけども、こちらの方はシルバーの色にこれわざとカスタムしてもらいました。キタノのこちらがアルミニウムです。はい、アルミは結構柔らかで軽快な感じの音がしますね。はい、そしてこちらの方が、ステンレスというやつで、この中ではちょっと一番重いんですけども、ステンレスはすごく高いところがパキンと抜ける感じの音になってます。そしてこちらが、ブラス、こちらはですね、中域と高域がすごく強調されて出てくる感覚です。そしてこちらの方が、チタンシェル、北野ではすごい有名な材ですけども、チタンシェルですね、こちらの方は、いい意味でこう、音の高いところから低いところまでもしっかりといろいろな音がちゃんと出てくれる感じの、非常にバランスの取れた、でも音は大きいという、そういう、感じになっております。はい、でこれ全てが、今回は、3ミリという厚さで、設定をいたしました。それでこの中に組み込んでおります。3ミリ厚あるので、通常のですね、1ミリとか 1.2 ミリ厚の、スネアとかに比べると、もう本当に音のずぶとさ、シーン、この辺がもう全く違うなという感じがします。このそれぞれですね、音を動画でですねご紹介したいと思いますので、ぜひ、見てみてください。お願いします。